さて、ソビエトのプリモワ・ポノマレンコがリンクに姿を見せました。オリジナルセットパターンダンスを割って現在4位につけています。ソビエトのアイスダンスは世界選手権そしてオリンピックでもう圧倒的な強さを誇ってますね。そうですね、イギリスとの世界を二分してますけども、ソ連のダンスの層の厚さというのは大変なものですね、はい。女性の場合非常に美人の選手が多いですし、スタイルもとっても良くて、まあ、もう絶対そういうのがこう条件のような形になってます。本当ですね。こういうのには思えないですね。はい。非常に年々こう工夫されて、女性の方ばかりじゃなくて男性の方もこうすごくこう女性に合わせてですね、はい、とっても工夫してるようですね。そうですね。プリモワ・ポノマレンコ、見る人をゆっくりとさせる素晴らしい演技でした。なんかこう吸い込まれてきそうな感じがしましたね。本当にもううっかりという感じですね。やはりアイスダンスの場合はジャンプとかスピンとかシングルとは全然違いますのでね、はい、やはりもうあくまでもこの演技の構成っていうものに頼ってると思うんですけれども、はい、もうそれは構成移管によってね、はい、本当に上手に見えたりこう下手に見えたり、
もうそこが本当に一番のポイントだと思うんです。はい、もうソビエトの場合にはそういった構成をする人、それから振り付けをする人、音楽を選ぶ人もそれぞれがもう専門家がついてるみたいですね。はい、得点が出ています。テクニカルメリットは 5.6、 高い得点です。アーティスティックインプレッションでも高い得点が期待できます。ソビエトのクリモワとポノマレンコ、見事な演技を見せてくれました。この後上位の選手が続々と登場してくるんですが、本人たちとしては満足のいく演技だったんでしょうね。そうですね、もうこれだけできれば、はい、まあ、細かいことはいろいろあるでしょうけれども、とても素晴らしかったですね。はい、このダンスの場合にはそうしますと練習量ですとかスタミナですとかいろんなものがやはり必要になってくるわけですか。はい、ただこうやればいいというだけでは、上位には上がってこれませんので、はい、見た目には優しそうに見えるんですけどね、大変なスタミナですよ。はい、得点が出ました 5.7。 この後ボロジンスカやスビーニンの演技が待っています。お知らせを挟んでご覧いただきましょう。